今川義元公の生誕500年祭の広報大使になっているご当地キャラクターの今川さんが力強い甲冑姿になり、昨日お披露目されました。今川さんは今川義元公をモデルにしたご当地キャラクターで今年5月静岡市で開催される吉本校の生誕500年祭の広報大使に任命されています。 桶狭間の戦いで敗れた軟弱な武将のイメージを払拭するため、今回は力強い甲冑姿になりました。兜には吉本校の肖像画や浮世絵などに描かれている竜があしらわれています。また甲冑姿の今川さんがデザインされたラッピングタクシーも登場し、来年3月まで運行される予定です。